朝からズルズルですね。私の場合は寒いのもあるし、あのアレルギーみたいな、ホコリアレルギーみたいなのが反応しちゃって、寒いのもあるし、アレルギー反応で鼻水が止まんないです。髪型かわいい、かわいいやろ。お団子、お団子にちょっと出てるやつ、普通のお団子ではない。手が寒いんだよね。洗い物とかなんかいろいろすると手が冷えるじゃないですか。足もね、めっちゃ冷えるから。ウィンクめっちゃうまいんですけど、練習したんですか？してないですウィンクうまいとかあんのかな。なんかね、こっちの方が苦手なのよ。でもこっちはまだいける。練習してないよ別に。あのなんて言うんですかね、最近めっちゃしちゃうな。でも良くない気がする、ウィンクめっちゃするの。なんかたまに出るのがいいじゃないですか、ウィンクとかって。だけど最近癖になりつつあるんだよね。自撮りしてる時とかこうやってやっちゃう。だからあんま良くないなと思って、そう自撮りとかこうやってやっちゃうけど、たまにがいいですね。でも練習してないよ全然そう、六本木のやつ出させていただきます。今年も、去年も出させていただいて、今年も出させていただくんですけど、1月6日、6にあるんですけど、今年も。去年ねすごいね盛り上がってたね、記憶があるんだよね。だから今年もよろしくお願い、あ今年っていうか来年か、そうだね、今年出させていただいて、で来年もまた出させていただくんですけど、え来年って気持ち悪い、まあ今年って言っていい出させていただくんですけど、そうありがたいことに、ぜひ。ゼップなのかな、どこ、これ、ここどこだ、私ちょっと見てない、六本木のどこ、ここEX シアターですがあるので、であるので、ぜひ。去年はねサンリオもあったけど、今年はね六本木だけで。え、めっちゃ寒い。室内だよ。
サマステの近くかな、かなな気がする。わかんない。この間さやかじゃないわ、あかりと六本木ヒルズのイルミネーションを見に行った時に、まあサマステの場所じゃないですかあそこって。だからなんか不思議な感じだった。サマステの時に来たところだと思って、普通に歩いてると思って。バケツ披露する、どうなんだろうね、人数も少ないからするのかな。しかも私たちバケツないバージョンっていうのをまだやったことがないから、毎回毎回バケツを持ってくるのはねちょっとあれだから、どうなるんですかね。あ、バケツどうでした皆さん。まだ皆さんの感想を聞いてないや、このコメントで。そう、バケツなしと、あとハンドマイクの時の披露してないから、衣装かわいいよね。そう、被らさせていただいたんですけど、いただいたというか、まあ本当に被るぞっていうやつです。フィットしてるって言ったらしてないかも。結構落ちそうになることもある。前髪なんて気にしてらんないよあんなの。前髪というよりもその髪飾りがちょっと入らなくて、それでね、あれのこう押さえちゃったりするんですけど、幸せは読める歌詞おもろいよね。なんかどんな効果があるのか、どんな子があるのか知らん。カップリングも好きですよ。僕たちは目覚めた長い朝夢。これポニーじゃないんだよね、お団子なんですよ。ポニーに見えるよね、違うんだ、お団子なんだ。あ、 MV は CD に入らないだけでどこかしらでは見れるので、それを楽しみに待ってくださったらいいんですけど。
まあでも CD に入らないのもね、すごく悲しいよね。なんか初めてのやつだったからわーっと思っちゃったけど、まあでも仕方がないことなので。逆に買ってない方も MV をねたくさん見てもらえる機会になるんじゃないかなと思うので。そうなんですよ、収録がね、収録というか撮影が、そうなんですよ。でも見れるし、もうすぐ出来上がると思うので待っといてください。まあ、B さんの時は多分2回撮ってたけど、今回は普通に CD にも入らないしっていう感じなんだけど、まあでもいいものをね全部みんなが納得した MV になってから公開の方がいいと思うので。寒いわ。公開されたら再生回数を伸ばしてください。で、私が漏れてるなって思ったら、この何秒何分何秒まるまるちゃんかわいいってコメントしてね。やらせよろしくお願いします。寒いよね、寒いんだけど、特に外に出ないじゃんっていうのも、劇場にいるからずっと昼間は寒さをあまり感じないんで、よろしくお願いします。ライブバージョンはこの間のが MV じゃないわ、 YouTube に載ってますね。かわいいよね。でもね、ハート取れちゃってこの間つけたんだよね、自分で。だからいつ取れるかわかんない。これもちょっともう危ない気がする。あっという間に1月になってそう、本当に怖い。でもいつも12月が長いんだよな、毎年毎年。12月ってなんでこんなに長いの。かわいいでしょ。
次何にしようかもう迷ってる。次やるときはもう多分成人式なんで、まあでも別に何でもいいんだけどね、どうしようかなって。そう、ハウステンボスもあるのでね。リノはネイル黒だった気がする。私はネイビーです。黒じゃなくて青でもなくてネイビーです。ネイビーカラーです。まつげ綺麗でしょう。今日うまくいったかも。でも松葉増して1週間とかかな。綺麗だし、あとポニーテールっていうか、この髪をキュッてこうやって上にキュッて引き上げてるから綺麗に見える。まつげが最近やっとなんか自分のまつげを分かってきましたね。でもね、少なくなったんですよ、まつげ減ったの。最強ツインテール、僕の好き。あれ難しいんだよね、結構。ドラフト生でやらせていただきました。すごいね、いつもドラフト生でやらせていただくんですけど、やっぱりドラニを見たいっていう方もいると思うから、すごい毎年申し訳ないなと思いながら踊ってますね。木ごとの楽曲でドラさんだけで踊ったことあんの、あまり多分一回もないのかな気がする。あまりお団子しない、最近。夏場とかはやったか。ソロはないですね。いや、私だって本当にもう結構今回はマジで大人の人にちょっと申し訳ないかもしれないですって言いに行こうかなって思ったぐらいなんかもう、あー、もう毎回3人でやってもらって申し訳ないって思いました。
そう、あかりの私の TikTok 見てくれた方わかるかもだけど、あかりに振り入れをしてもらいました。六本木で六本木で振り入れしてもらった。六本木のイルミネーションのある近くのところで行ってもらいました。ね、あかりまだ覚えてたみたいよ。まあでもさ、忘れることなさそう。え、忘れることあんのかな、フリーって。でも私まだリセット踊れって言われたら多分まだ踊れると思うもん。リセットの曲何曲かやらせていただいたけど、いや1曲か、ミステイクと、あとこの間のコンサートでリセットやらせていただいたけど、結構覚えてたよ。忘れないかも。奇跡は覚えてないかもしれない奇跡さ、意外とむずいんだよね。自分がやってたポジションならまだ覚えてるかも。なんかコロコロポジション変わるじゃないですか。センターポジションのやつとかの方が覚えてないか。12秒は何年経っても踊れる自信ある。何年後も絶対踊れる。だって HKT に入る前から好きで覚えてたんですよ、12秒を。でいざ HKT 入って踊ってってやってるから、絶対やめてからも踊れると思う。12秒は自信あるね。10年後とかでも。なんだろう、でも夏曲とかさ、真夏のサウンズグッドとかさ、本当に年に1回は踊ってるんですよね。夏祭り、夏公演の時とか、あと今年はサマステでも踊ったし。でも真夏のサウンズグッドね、忘れちゃうんだよね。やっぱ1回ぐらいしか踊ってないやつはね、忘れる。でもリセットは絶対できる。踊り込んでるやつなら踊れますね。十分幸せは無理。自分幸せ、意外に踊ってないもん。
ほんと3回4回ぐらいしか踊ってないから絶対無理。こっちか。うん、多分無理だね。十分幸せは。あともう踊ることなさそうなんだけど。あの衣装可愛いのにね、もったいないよね。着る機会がないから。ピンクの。最初はこっちかこっちかも忘れた。自分が参加してる楽曲でも覚えられないものは覚えられないです。やっぱカップリングとかって披露する場面が少ないから。シングル曲はまあまあコンサートとかでやってるからできるけど、ひまわりの水彩画マジで難しかった。でもね好きなんですよね、あの曲。でもやることないと思ってたのになんか入ってましたね今回。難しいねあの曲は。それでいうとフルスロットルも意外と難しいのよあの曲。意外とややこいんですよね振り付けが。頭が痛くなってきた。ちょっと数本だけピンを取る。痛いから。1曲どれぐらいで覚えられる？フルとワンハーフでだいぶ変わるけど、本当に何も入れたことないですみたいな曲は1曲全然1時間ぐらいかかることもあると思います。でも曲は全然知ってて、シンポジだけだよってやつだったら15分ぐらいあれば多分覚えられると。UFO、 UFO、 UFO 難しいです。あれもちょっとよくわかんない。あの足と体と手がなんか本当に動いちゃいけない方向に動いてる UFO は。この角度で合ってんのみたいなレベルで難しい。だってレッスン部位スローにしても分かんないもん。ってぐらい UFO も難しいし、三弾にも難しいですね。三弾に実際に
あんまりちゃんと踊ったことないし、何本瓶入ってんだろうね。でもいっぱい入ってると思う。まだ多分1、2。でもそんなないか、3ぐらい。痛い。私が何分からショールームをしたか皆様教えてください。羊ね、私あの曲初めて聞いたんですよね。申し訳ないけど、自己紹介の時20歳、20歳って言ってください。ごめんなさい、気になって。20歳の方がいいんですか？20歳の方がいいのかな？わかんない。私が毎回なんて言ってるかも自分でわかんない。最近もう19歳になれすぎて頭フル回転しながら自己紹介してるんですよね。20歳の方が人間的にいいのかな？この世間的に。どうなんですかね。ねえ、知らないよねあの曲。わかんない。めっちゃ有名な曲だったらあれだけど、初めて聞いたんだよね。でももうちょっとふざけたかった、私たちも、えとで。なんかみんな楽しそうだったじゃん。えとのやつ。あまり気にしません。なんだ、世間的にいけないやつかと思った。いや、馬までは思わないよ、さすがに。あそこまでじゃなくていいんですけど、なんかもうちょっとね、ふざけたかったよね。だって楽しそうじゃなかった、みんな。わちゃわちゃしたりしてて。いや、まあ、あのわちゃわちゃの中で一曲はまあああいう落ち着いたやつも必要だなって思うけど、なんかちょっとやりたかったよね。楽しみたかったですね。衣装が可愛かった。ねえ、マロめっちゃ可愛かった。犬をね連れてきてたんですけど、ニノが本当に可愛くて。犬を抱っこしたことって本当はあまりないんだけど、
てかあんなに犬を間近で見たのも久しぶりかもしれない。マジで可愛かった。私初めてマロに会ったよ。トイプードルって可愛いね。え、トイプードルだよね、マロンちゃん、マロンくん。本当に可愛かった。ディノの衣装マジおもろかったよね。あのなんかセレブ感みたいなのがすごく出てて面白かった。もうモリモリ全て持ってる。本当にいいね、面白かった。しかもまたあの衣装から着替えて馬に戻るっていうね。ってことでもうすぐ終わりたいと思います。そう、リハの時はね、犬のおもちゃで、しかもあれなんかあのおもちゃ泣くんですよ。ちょっと触ったらすごく泣いちゃって、泣く系のおもちゃ。あれいくらだったんだろう。なんかわざわざ買ってさ、面白いよね。ランキング読みます。13位コンジーさん、12位レレレさん、11位白川さん、10位サホちゃん、9位ニコラスさん、8位エリクマカオさん、7位クジマスさん、6位シマシャキさん、5位昔は美少年さん、4位世界一幸せなゆえるおしさん、3位キタさん、2位コバコバコバヤン P さん、1位原始人さん。ありがとうございました。だってわざわざおもちゃ買うかってね。では終わります。またおしゃべり会も申し込みしてますのでお待ちしてます。みんな風には気をつけてね。バイバーイ。